谷の語り、限界突破。洋服似合わなくなってきてる。まさかと思うけどまだ身長伸びてたりする。こんなどうなかだったっけ。キャプツバのキャラみたいになっとる。秋広はこの体型を目指せ。もともとこんなんやろ。何が変わったっていうや。デコピンの成長速度もえぐいな。この前まではもっとチンチクリーやったやん。顔はガキやが体はメジャーやな。足クソ長いのに短く見える。レブロン・ジェームズより全然ごつい。今年は DH 専念してるから全身が映るときはいつもヘルメットを覆ってるもんな。メジャーで外人たちと並んでもガタイがでかいと思う日本人は当分でないやろな。デコピン、大谷がでかすぎるから小さく見えるけど多分結構でかいよね。